にちは、成和でございます。本日は先日たまたまちょっとね、あるテレビを見ておりましたら、柿のね、美味しい食べ方っていうのを変わった方法がありましたので、それが本当に美味しいのかどうかちょっとね検証してみたいと思います。まず柿をね、なんだろう、柔らかくして甘くするんだそうですね。その方法をこれからねやっていきたいと思います。ではカメラを切り替えたいと思います。すみません、撮れてたと思ったらちょっとカメラ回してなかったです。すいません。実はね、柿の底のところのヘタを切り取ります。そして、こちらにね包丁でこう切り目を入れますね。食べやすいようにということですね。でこちらをどうするかというと、これから電子レンジでねチンしたいと思います。意外ですよね、電子レンジですよ。では早速やってみたいと思います。はい、それでは柿をね、トースターで焼くということなので、ちょっとね、私ここね電子レンジとね間違えてました。ちょっと取り直しております。なんでちょっとね、トースターを少しかけたところなんですが、トースターにこの柿を入れて、そして約5分ぐらい、で、そこ私時間がちょっとねはっきり見てなかったのでわからないんですが、約5分、ちょっとねトースターでね焼いてみたいと思います。そして焼き上がったちょっと様子を見つつ、足りなければまたねこのタイマーを追加してやってみたいと思いますね。はい、ちょっとね3分過ぎたぐらいなんですけどね、表面がちょっと焦げてきたので多分3分ぐらいでいいんでしょうかね。テレビではこんな風に焦げ目はねついてなかったような気がするんですが、まあ、この辺でちょっとねやめたいと思います。約3分間ですね。ではちょっとお皿に取ってみたいと思います。こんな感じでね、自然に切れ目がねこう開いてきましたね。ちょっと焦げてますけれど、ちょっとこのままね実際に美味しくなってるのかどうなのかいただいてみたいと思います。トーストすることによって中がね結構ジュクジュクになって甘さが増すらしいんですね。ではちょっとね早速いただきたいと思います。よいしょ。でこれ、確かに多少甘くなってるような気がしますけど、私は、どうだろう、柿という感じがしないですね。なんか違うものを食べてるような。それで味変をするのにバターをねこれ乗っけるらしいんですよ。バターをねちょっと乗っけていただいてみたいと思いますね。溶かしてバター入れてチンした方が良かったのかな。最初このまままいただいて、そしてバターを追加することによって、結構ねなんか美味しさが増すんだそうです。ではねちょっとバターがついてるところをねいただいてみたいと思いますね。皮がねくるっと焼いたことによって勝手に剥けちゃいますね、柿の皮がね。スプーンでねすくって召し上がってたんですけどね、ちょっともうちょっと小さく切った方が良かったかな、私としては。さあどんな感じなんでしょうか。バターがね結構溶けてるところなんですが、いただいてみたいと思います。バターを入れた方が最初ちょっとねと思う抵抗があるんですけど、でもバターが入るとちょっと甘みがより増すんでしょうかね。風味とバターの味がして美味しいです。
柿を食べてるというよりか、デザート、なんかデザートを食べてるような感じでしょうかね。私はあとでね、ちょっと素直な意見を言いたいと思いますね。ちょっと待ってくださいね。もう一口いただきます。まあ、なんだろう、これもともとはね、めっちゃ甘くて美味しい柿なんですね。これね、もともとはね、すごくね、甘くて美味しい柿なんですね。で、まあチンしたこと、トーストをしたことでちょっと焦げたのと、焦げたことは別に気にならないんですが、ちょっと柿じゃないような食べ物になってますね。で、バターを入れると、なんだろうこれ、デザートデザートというか、柿、もう柿じゃないですね、これね。これの、なんだっけ、ジャブの方がおすすめの食べ方として、推奨していらっしゃるんだそうです。まずくはないですけど、私はもともとの柿のまんまの方が美味しいです。はい。こう、まあ、柿を食べてるような気がしないですね。別の食べ物になってますね。だけど、あんまり甘くない柿がありますよね。まだ、なんだろう、身が硬くって、なんかあんまり美味しくないな、みたいな柿に当たった時には、こういった方法で召し上がると甘くなって美味しいんではないかなと思いますけれど、こちらもともとね、甘くて美味しい柿だったので、こんなことはしなくても十分美味しくいただけると思いますね。はい、ということでね、せっかくなのでね、まあ、一応ね、綺麗にいただきたいと思います。もったいないですからね。食べられないようなまずいということはないですけれど、私はやっぱりもともと柿が大好きですので、そのままの方が私は好きかなと思いますね。柿本来の味の方が、まあね、その柿がね、あんまり甘くない、甘い柿が食べたいという方にはおすすめかもしれないですね。はい、ちょっと食べにくい。切り込みがね、もっときちんと入れた方が良かったかと思いますね。切り込みが入ってないとちょっと、食べづらい部分があるかもしれないですね。で、バターが溶けちゃってもうね、ズクズクになっております。皆様ね、お見せできない手元が。まあ、こんな感じなんですが、いただきます。すいません、バターがね、手にくっついちゃったので。はい、いや、まあ、これはちょっと私は正直に言って、もともとの柿のそのまんまの方が美味しかったような気がしますね。ちょっと変わった食べ物になってしまいました。柿じゃない、柿は柿なんですけれどね、味が本当かなり変わってしまって、柿のような味がしないです。はい、もう、はい、ちょっとギブでございます。
無理。うん、まずくはないんですけれど、本来の柿のね美味しさをね、知ってるだけにちょっとねぐちぐちになっちゃったんですけど、あと一切れなんですが、もうね、もうごちそうさましたいです。本来のね柿の美味しさを知ってるがゆえに、ちょっとね実はどうかなと思います。皆様気になる方、まあ試しに一度なさってみてください。これがね、美味しいと思われる方がいらっしゃるかもしれない。私はちょっとね、二度としないです。柿はそのまんま、柿のまんまいただいた方が全然美味しくいただけると思います。ちょっと新しい柿を買ってきてお口直しをしたいと思います。はい、ちょっとお口直しにお茶をいただきたいと思います。あ、お茶が美味しい。でもね、ちょっとね変わった食べ方で、すごくね興味が惹かれたんですね。柿をトースターで焼いて、それで、味変のためにバターをのけて食べるの、ちょっとどんな味になるんだろうと、すごいね、私期待をしておりました。柿が大好きですからね、美味しくいただけるものならと思いまして、やってみた結果、私は柿はそのまま素直にいただいた方がいいかなと思います。でもね、興味のある方、どんな味なんだろうと思う方は、まあ一度ねお試しになれば、私の言ってることがねお分かりいただけるかもしれないし、嘘、成和さん、この方が美味しいじゃんと思われるやもしれません。もしね、同じこれをご覧になってね、試された方、その結果教えてくださいませ、コメントで。ね、中にはいや全然すごく美味しかったよ、甘くなってジュクジュクになってね、すごく食べやすいし、柿ってまあ、年齢がいくと硬くて食べにくいですよね。なのでバターは入れなくてもそのままでも結構いけたしってね、思われる方もいるかもしれないので、よかったら皆様でね試された結果、どうぞね教えてくださいませ。もしなさったらね教えてください。私の舌がおかしいのかもしれないんですけれど、まあでもね、私は柿が大好きなんですね。だから、せっかくの柿がねちょっともったいなかったかなと思います。なので私はね普通に皮を剥いて、ね、いただきたいと思います。もう二度としないと思います。これが感想、素直な感想でございます。もう口の中がねバターの味となんかわけのわかんない味がこう残っていて、ちょっとねっとりした感じでね、いやちょっと勘弁してくださいっていう感じなんですけれど、はい、ということで、皆様方はね、ちょっと面白い試みだったのでね、めちゃくちゃちょっと興味を持ちましたので、本当かしらんというね思いもあって、ちょっと試しにやってみたんですけれど、結果はお話しした通りでございました。皆様方いつも成和の動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。成和でございました。では